シリーズ初日の熱戦をお届けしています若松のピットです。この時間は第7レースのピットリポートをお伝えします。1号艇で登場は小松原恵美選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。手にされたエンジン感触から教えてください。感触としては、まあ、スタート以外ギア足もまずまずあるんで、はい、じゃあ悪くはない感じですか。まあ、いつもよりは普通はあるかなと、はい。今日の調整はどういうふうに考えていらっしゃいますか。とりあえずもうペラ調整だけで、はい、行こうかと。回転合わせていければっていう感じですか。そうですね、とりあえず乗り心地つけたいんで回転合わせて、はい。そしてここは1号艇での登場ですが、進入どういうふうに考えていらっしゃいますか。離れが遅れなければ、はい、頑張ってインコースは、はい、取りたいです、はい。スタートはどうでしょうか。スタートもまずまず、まあ、勘通りは勘通りです、はい。じゃあ最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、頑張ってレンに絡めるように頑張ります。それでは第7レースその他の選手の情報をお伝えします。3号艇は佐田の久江選手です。合ってない割にはまあまあの感触がありますよというコメントでした。まだ回転が上がってないから重さはあるとのことで、この後気温の下がり方を見ながら7レースに向けて回転を上げていきたいとプロペラ調整となったようです。ピット離れが一緒なら進入は3コースから、枠近辺からは行きたいとのことです。スタートに関してはまだ初日だから分かってないけど徐々に掴んでいきたいというところのようです。続いて4号艇は武藤彩子選手です。エンジンの感触は可もなく不可もなくというところのようです。まだ反応が鈍いということで、まずは合わせていきたいと朝はギアケースの調整から取り掛かっていました。あとはピット離れが来ればということで、そのあたりも含めてのプロペラの選択となったようです。ピット離れで出ていけば一つでも内から行きたい、出なければ進入は枠近辺からと言っていました。以上、第7レースのピットリポートをお伝えしました。